道潮は海上自衛隊の潜水艦、親潮型潜水艦の2番艦。艦名は満潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の浅潮型駆逐艦、満潮、浅潮型潜水艦、道潮に続き3代目にあたる。道潮は、 中期防衛力整備計画に基づく平成6年度計画2700トン型潜水艦8106号艦として、三菱重工業神戸造船所で1995年2月16日に寄港され、1997年9月18日に浸水、1999年3月10日に収益し、第一潜水隊軍第一潜水隊に編入され、呉に配備された。 2007年1月9日から4月11日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。2017年2月27日、練習潜水艦、朝潮の助籍席に伴い、練習潜水艦に種別変更され、潜水艦隊直轄第一練習潜水隊に編入された。定形校は後、同年3月18日から5月1日、護衛艦、秋月ともに、 平成28年度外洋練習公開を実施し、マレーシアの小滝ナバルに寄港した。2020年6月18日、潜水艦の乗組員に女性が起用されることを受けて、1月に潜水艦教育訓練隊に女性として初めて入港した、竹内リサ三島会議がおよそ5ヶ月間の教育課程を終え、実習部隊である道しに着任。 潜水艦での実習を開始した。同年10月29日、初の女性潜水艦乗組員が誕生した。田口夢花さんと海藻ら合わせて5人の女性自衛官は、本年2月に潜水艦教育訓練隊に入校し、教育過程を経て、6月から本艦で実習訓練を行い、約4ヶ月間の訓練を終え、潜水艦の乗組員の証とされる気象が授与された。 ありがとうございます。